games. まさか共闘する羽目になるとは。貴様とは敵として戦いたかったのだがな。セルゲームの借りを返すのは全てが片付いてからということか。でもよ、ほらデーブーであげたからな、おめえに負けるつもりはねえぞ。腕を上げたのが貴様だけだと思わないことだな。おめえも地獄で相当修行して腕上げてきたんだろ。地獄か。どんなとこかよく知らねえけど、地獄ってすげえ辛い場所なんだろ。修行するにゃもってこいなんだろうな。オラも一回行ってみてえな。貴様は地獄を知らんからそんなことが言えるんだ。え、そうなんか。だったらよ、地獄ってどんなとこなんかちょっと教えてくんねえか。地獄は苦痛に満ち溢れた場所。それもいろいろとな。いろいろと何なの。勝手に想像するがいい。なんだよ、ちょっとくれ教えてくれてもいいのに。無駄口を叩く暇があるなら一人でも多くの敵を倒すことだな。ダーッサテダッチッサ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 ッさてと、さて、セギル、さ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 てと、負けだ。
とりあえず例の機械は無事のようですね。それにしてもこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは。ブルマという奴はよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ。役に立ちさえすればね。何か考えがあるようだな。当然です。ただ機械が操作できるだけの命知らずであれば、わざわざ、おそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう。なるほど。貴様はその腕を狙っているということか。フリーダ軍を再興するためにも腕のいい技師は必要。さて、スカウトの前にこのゴミどもを掃除しましょうか。私たちは何度も同じ説明をするほど暇じゃないんですよ。そうせかすなって。こっちにもいろいろあんだかんさ。
事情は分かったわ。まあそういうわけだからさ、こいつらにあの機械使ってやってくれよ。そんで21号をみんなでやっつけんだ。ソン君、本気なの？ああ。でも女、早くしろ。ひーんだ、そういう脅しにはなれっこなん。なに？私が死んじゃったら誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまでも一緒にいたいって言うならそれでもいいの？ブルマさん、すげえたくましくなってないか？そっか、昔っからあだった。装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいるか。さあどうするのよ。仕方ありませんね、その提案受け入れましょう。フリーザ様、今は本来の力を取り戻し21号を倒すことが先決です。そのために全ての邪魔者を排除し自由に戦えるようにならなければ。そうでしょう？わかりました、全てはフリーザ様の望み通り。いい？約束だからね。それじゃあ早速起動するわよ。えい！特に変化はないようですが。いや、どうやら効果はあるようだ。消えた？あの妙な気配は消えてる。おそらくその気配は私たちを乗っ取ろうとした。が、そいつももういない。私の中にいるあなただけ未だに居座っているということですか。最後の最後まで手間をかけさせますね。あの不快な精神をようやく追い出せた。では感謝の気持ちを込めて。あら、片手を上げてどうしたの？何にも起こらないじゃない。バカな、全く力が出てこねえ。先ほどの説明と随分話が違うようですが。え？あの機械使うと叩けるようになんだろう？ほら、なんか間違ったこと言ったか？あれほど説明したのに肝心なことを理解できてな。なるほど、つまり我々は嘘で利用されたということですか？嘘は言ってないわよ、自由に体は動かせるじゃない。まあまともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。どういうことか説明なさい。この装置では波動を抑えるのがせいぜいなの。だから自由に動くことはできても普段通り戦うのは無理ってわけ。そういやそんなこと言ってたっけ。わりわり、話が難しくてさ。てめえらふざけた真似を。ああ、それと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻っちゃうから。言葉一つ満足に言えない元の状態にね。つまり今後我々にはこの装置と貴様が必要。この私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だ。ふふん、なんとでも言えばいいわ。というわけで私たちに協力してくれるわよね？そう簡単に私がうなずくとでも？ちょっと何よそれ。あ、私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていない。あなたがいなくても痛くも痒くもありません。え、本当に？あなた方には私を騙した罰を受けていただかなくてはね。そんなこと言わずに私たちと協力しましょう。同情などくだらない。あの女
なに振り回されたままでは私の気が済まないんですよ。いいか、さっさと言うことを聞きなさい。あ、これってひょっとして、またフリーザの中にいるやつがわざ止めてくれてんか。本当にあなたという人はこうも思い通りに動かないと。いいでしょう、この私にここまで反抗したのです。全てが片付く頃までにそれ相応の覚悟をしておきなさい。まったく、ただ虫けらの分際でこうなってしまっては仕方がありませんね。私にリンクしているあなた、21号を必ず倒すのですよ。わかりましたね、たとえ孫悟空たちの力を使っても。ラブゲーム。